ああ、大丈夫。何？ああ、まあな。一応これでも、テニス部のスピードエースって呼ばれてるんだぜ。まあな、短距離も長距離も得意だぜ。まあ、走ること自体が好きってのもあるしな。テニスの場合、長距離も短距離も両方できねえと辛いんだよ。結構ゲーム時間長いしな。俺はどっちかっていうと、短距離の方が得意なんだが、やっぱり持久力も必要だって実感することがあってな。それ以来、長距離走も積極的に練習に取り入れてる。よせよ。そうだな。いつまでも言い合っていても、拉致が開かないし。けど、エコひいきするんだろうな。やっぱ公平じゃないよな。いいじゃないか、ひいきがあっても。君がひいきされる可能性だってあるんだよ。本当かな。それじゃあ俺たちの中で、誰が一番ボーカルにふさわしいか、決めてくれ。よし、俺のリズムを刻みつけてやるぜ。ち、しゃあねえな。じゃあ俺はドラムにするか。ゲーセンでドラムマニアは得意だったしな。ゲームかよ。ギター、やってみてもいいか。これで決まりだな。じゃあ早速委員会の方に報告して、楽器の手配してもらおうぜ。ありがとう。手間をかけさせたね。オンに切るぜ。ん？ああ、大丈夫。何？ああ、いい調子だぜ。と忘れるところだった。お前の携帯番号を教えてくれ。連絡することとかいろいろあるだろ。オッケー、登録完了。じゃ、何かあったらこいつで連絡するぜ。ちょっと手伝ってくれるか。暗幕を取ってきてくれって言われたんだが、場所が分かんなくよ。まあ思ったより掴んでな。いいんだって、倉庫にあるんだな。この倉庫やたら広いから、どこに何があるのか分かんなくてよ。センキュー、助かったぜ。まあガムテープはなくなりかけてるかな。布の方がいいかな。あ、おいおい、何やってんだよ。ガムテープ落として。お？お、落としたガムテープが一列になって俺の足元に。うまいこと転がしたな。いやいや、なかなか珍しいもん見せてもらったぜ。芸達者だな、お前も。
ああ、いや、なんでもねえ。その、ちょっとお前の笑った顔よ。その、あ、いや、なんでもねえ。戻るぜ。